名神高速岐阜羽島インターチェンジの様子から見ていきます、まあ、こちらです、えー、交通量はさほど多くはなさそうですね,すねはい車も流れていますただ午後4時半現在で東海北陸道を上り日田トンネルを先頭に10キロ東名阪道を上り亀山パーキングを先頭に5キロなど各地で渋滞が発生しています最新の情報を確認して、うん、皆さん安全運転をお願いいたします さてゴールデンウィーク後半初日の今日は午前中から事前の予測を上回る激しい渋滞となりました予測以上だったんですよねそうなんですよね3月の下旬にネクスコ中日本が発表した予測がこちらですはいえまず東東名高速の岡崎インターチェンジ付近で最大15キロなどと予想されていたんですが実際はと言いますとなんと 30キロを超えたんですね倍ですね、はい、これについて日本道路交通情報センターの担当者によりますとゴールデンウィーク前から新型コロナが落ち着いたというムードが広がり今年こそ旅行に出かけたいという人が増えたのではないかということなんです、うん、そして担当者の方このようにも話していました <laughs> 私も仕事がなければ出かけたかったですと 出かけたいですよね。そうですね。でも一番忙しい時期ですよね。うん、<laughs> あのコロナ禍で高速道路が渋滞するっていうのはあまりなかったような気がするんですけど、久しぶりにこの光景帰ってきましたね。そうですね。あの新幹線もですね、私あの混雑の影響だと思うんですけど、うん、20分ぐらい遅れて。 で発車でした。おそらく混雑の影響だと思います。あの新幹線の改札口待つことってないんですけど。スムーズですねそう。今日は新幹線の改札を通るまでに。流れはするんですけど、待ちました。あ、そうなんですか。すか待って、順番に通り、そのぐらい混んでましたね。まあ、また皆さん荷物も多いし、ね、ベビーカーがあったりとかね、はい、ですし。でもやっぱり、これだけこう混雑に慣れてなかった三年間がありましたから。注意しなきゃいけないこともありそうですよ、ね。そうですね。うん、あの、特に体調管理ですね。うん、特にあの。 渋滞なんかは予測がつかないと思いますので、えーえー、特にやっぱり動かないと例えばエコノミークラス症候群心部静脈血栓症と言いますけども、はい、足に血栓ができてしまったり、うん、眠くなったりしますから、はい、一定時間経ったらサービスエリアでリフレッシュしていただくとかが大切,、うん、大切ですね。